アメリカが凍結したレールガン開発に、日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は、日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は、偽物とわかり、中国の極超音速も、怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3、パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M にキンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M にキンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M にキンジャールを、PAC-3、パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M にキンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力といっても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が定額で済むとされる。レールガンは砲弾を電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは1800年代中盤とかなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や1939年からの第二次世界大戦時には、すでにドイツや日本といった国々でレールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では実用化はさとしたばなったのが実態であった。レールガンの構造は、火砲における砲身の代わりに2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から引いた電極を接続するのみという簡易な機構で成立させることができる。この状態で2本のレールに通電させると、砲弾は電磁力によって先端部分へと電磁力によって推進力を得る形となり、物理的には非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高初速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、
砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から雷電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を基としたが、19991年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが、物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも、新機軸の導入で、高コストが問題となり、わずか、3隻の建造で、打ち切りの浮き目にあった、ズムボルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が、全く不可能であり、その実現には、新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそも、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に、射程距離で、レールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音速兵器が、世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた、水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離は、およそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍ではほぼ全ての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方がはるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした極
超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本におけるレールガン開発は、口径 40mm の砲弾を初速 2000km 秒以上で射出し、レール自体の耐久性は120発以上を想定、最大で約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は通常の火砲と同様で、無論誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3 パトリオットミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である PAC-3 パトリオットミサイルシステム等のミサイル一発の単価は少なくとも億の単位であるが、レールガンはこれが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。護衛艦加賀の第一段階改修工事完了で艦首四角へと魔改造し、2024年度の F-35B 戦闘機認証テストを残すところです。艦首が四角で、シウスの位置が問題になっていましたが、今の位置がかっこいいと感じますね。今回は、護衛艦加賀第一段階改修工事完了で、空母化2隻耐性空母って、どんな意味をするのか詳しく見ていきます。空母化で、海上自衛隊には、どんな新たな任務が追加されるのか、新田原基地には、2024年度 F-35B 戦闘機部隊が設立されます。近平は終焉。空母について、取材に基づいた具体的な話が新聞記事として出てきたようです。こういった流れがあると、情報開示が進むでしょう。いいことですね。納税者にも、わかりやすい、丁寧な説明をお願いしたいものです。政府の1978年、昭和53年の見解を紹介します。当時の国会答弁によると、対地、対艦攻撃力のある航空機を主力として搭載している攻撃型空母は保有できないが、哨戒ヘリのような追潜水艦用の航空機を運用する機能も持ち合わせている対潜空母のようなものの保有は認められるというものでした。のようなものというところに苦しさとごまかしがありますね。バールのようなものなんて言葉を思い出してしまいます。2019年の説明では、出雲は多機能護衛艦ですが、ストブル機、垂直、短距離離着陸機、バーティカル、ショート、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフトを運用できるように改修しても、多機能、多目的な護衛艦であると政府は述べています。つまり、どんな改修を施しても、空母ではないという政府見解なのでしょう。出雲は、インド太平洋の海域を、この夏3ヶ月半航行しました。同乗して分かった現状や、海洋進出を強める中国とせめぎ合う安全保障の最前線についての報告を紹介してみます。最近は、小学校高学年以上の学生用に、防衛白書の内容を解説した小冊子があるそうです。こういう副読本が登場したことに、時代の変遷を感じますね。この小冊子の中に出雲は空母という質問があるのです。回答は、空母には国際的な定義はありません。主に、航空機の運用機能に特化した艦艇のことです。出雲型護衛艦には、
航空機を運用する能力も備わっていますが、輸送や医療などの機能も備えた多機能な護衛艦で空母ではありませんと記述されています。出雲は空母ではないと断定していますね。要するに、公式には空母という言葉は使わないのです。と言っても、現実に出雲型の空母化作業は進んでいます。空母化は進んでいますが、実際の運用に関しては課題が山積しており、これを避けることはできません。まず、空母化した出雲型護衛艦と F-35B 戦闘機をどういう風に組み合わせて運用していくのか、海おのずと空自の構想がここに至っても決定していないというのです。すり合わせができていないということでしょうか。次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのかという部隊運用の根幹に関わる重要な問題にも結論は出ていません。つまり、責任のありかが決まっていないということですね。一番大事なことではないかと思うのですが、それがまだ決まっていないとは、唖然とします。日本人らしいとは言えますが、これでは困ります。国民が巻き込まれる可能性もあるんですから、最高責任者が不在というのはありえません。某万博のように、責任者が、私ではないと逃げ回って済む問題ではないのです。艦載機は、ずっと甲板に乗せっぱなしだと思っている方も多いのではないでしょうか。実は筆者もそうでした。しかし、出雲型護衛艦は、戦闘機のその日の運用が終われば格納庫にしまい、翌朝格納庫から出して甲板に上げることになっているそうです。びっくりしますね。時間も手間も人員もかかりますよね。万が一の場合は、乗せっぱなしでしょうが、毎日出したり引っ込めたりするんですね。F-35B の管理者である空自は、出雲型に乗せている間は、毎日格納庫に戻さないで、常時、甲板上に置きっぱなしでも構わないという意向と聞きますが、海上を航行する艦艇の甲板に駐機し続けた場合、腐食や塩害が心配ですよね。機体が傷んでしまう恐れがあるのです。傷んだら修理も考えなければなりませんし、逆に手間がかかることになるのでしょうか。さらに、スペースの問題もあります。F-35B のために、前から搭載していた哨戒ヘリの数を減らしたり、搭載しなかった場合、創設以来海自が最重視してきた対潜水艦船への能力が下がってしまう危険性が想定されるのです。防衛省は、哨戒ヘリを乗せずに出雲型が出航するなら、哨戒用ヘリと救難用ヘリを搭載した別の護衛艦も一緒に出航させる検討を進めているようです。出雲にお供が必要なんですね。これについて、海自内からは、ただでさえ任務が多くて、船のやりくりが難しい。出雲型に、必ず随伴艦艇をつけて出航することになったら、艦の回しがさらにきつくなるのは分かりきっているという声が聞こえてきます。当然の不満でしょう。出雲型一隻ではなく、他の一隻も使われるわけですから、二隻が海自としては使用できなくなるのです。現場を知らずに、議場だけで話を進められても困りますよね。空母化という言葉のイメージと、実際に行われる回収内容に落差がありすぎるという話が海自幹部から聞こえてきました。実際には、甲板に戦闘機が発着艦しながら、その傍らで、燃料や弾薬を補給することになる。時には部分的に解体して修理することもあるだろう。そのための、設備や工具、整備員もいるはず。そうした設備や担当人員を収容するだけのスペースや部屋も作らなければならない。今の回収内容では、こういうレベルには全然足りないということです。そもそも論ですが、出雲級の開発コンセプトは、守る船から守られる船へということだったそうです。そんな艦艇を護衛艦駆逐艦と主張するのは無理がありますよね。護衛する艦ではなく護衛される艦になるということは、立場が逆になるわけです。逆なのに、こうした論理が通るなら、補給艦を護衛艦と呼んだり、護衛艦を補給艦と呼んだりしても問題ないということになります。のようなものに続く言葉遊びですかね。試験ですが、出雲型は反空母になるのではないかと思うのです。保有している艦載機をすべて搭載するのではなく、平時は4機。
から8機程度を乗せて、必要な時に地上基地から増派してもらうというやり方です。もしくは、艦艇上での整備は限定的なものに留め、主要任務は燃料や弾薬の補給にするということも考えられますね。つまり、完全な空母ではなく、空母の機能をある程度持った艦艇として使用するのではないかと考えられるのです。使用方法に柔軟性がある艦艇と言えるかもしれませんが、別の見方をすれば、どっちつかずの艦艇とも言えるのではないかとも感じます。揚げ足取りのような感想ですね。補給用の中継基地として反空母を使用するという戦術も考えられるでしょう。陸上基地から出撃して、反空母に着艦して、燃料や弾薬を補充、再出撃するという手順がいけば、陸上基地から戦線への往復に比べると、パイロットの疲労は少ないだろうし、時間も節約できるはずですね。精神的にも、一直線に、前線や戦地に赴くより、一呼吸置けるわけですから、少しは楽になるのではないかと考えます。また、エアカバーを陸上機に任せ、V トル機、バーティカル、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフト、垂直離着陸機少数を対地支援に回して、攻撃ヘリのように反空母から繰り返し出撃させるという使い方も考えられます。ちなみに、エアカバーとは、陸軍または海軍活動の間、敵機からの攻撃の予防をする軍用機の使用を意味するそうです。自軍の防御のことでしょうか。V トル機は滑走しないで垂直に離着陸できる航空機ですから、スペースに余裕のない艦艇では重宝される機体です。様々な兵装海空時の空中給油機や、電子戦機、早期警戒機、無人機などの装備体系が増え、空母の運用戦術も変わってくるでしょう。条件の異なる他国の真似をする必要はありませんよね。日本の国土に合ったやり方を考えてほしいと思うものです。2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業は、オーストラリアのシドニーで開催された、海洋防衛総合イベントインドパシフィック2023において、新型水上戦闘艦 FFM-AAW の模型展示を行った。この間は、海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言ってもよい。今回は、この海外売り込み用、新型 FFM 派生型について詳しく見ていきましょう。潜水艦の時とは状況が違いますし、これは世界に売る気満々かな。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与されるFF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチ、パーパスから M を明記した新たな艦種記号が与えられており、2018平成30年度予算から調達が開始されたため、30FFM とも呼ばれている。目下、味方は当初22隻の建造が計画されていたが、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定した。FFM-AAW というのは、新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言ってもいいでしょう。FFM-AAW は、
洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、モッが身型を踏襲していた。しかし、モが、身型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、また、全長も133メートルから約142メートルへと巨大化していた。ちなみに、駆逐艦を意味する DD の艦首記号を持つ汎用護衛艦、村雨型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンなので、新型護衛艦は、艦首こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をも上回る大型艦であることがわかる。新型護衛艦の推進方式は、モが身型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用するコダグを採用しているため、最大速度は、モが身型と同じく、時速30ノット以上、約 56km 毎時になると見られている。搭載する兵装は、62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、17式艦対艦誘導弾の4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置 MK41VLS で、この構成に関しても、モッが身型を踏襲している。しかし、その中でも、セルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射筒を兼ねた保管容器の数だけが、モが、身型の16セルから32セルへとバージョンアップされていた。MK41VLS は、中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるが、海上自衛隊は、セル数が少量であるモッが身型の VLS には、ミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていない。そもそも、FFM、AAW の AAW は、アンチ・エアー・ウォーフェアすなわち対空戦を意味しており、FFM、AAW と新型護衛艦は、VLS のセル数を増やして中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、モッが身型と比較しても、大幅に対空戦能力を強化することができるのだ。冒頭でも述べたように、防衛省は、モッが身型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画している。要するに、防衛省は、モッが身型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしている。モッが、身型は、1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、新型護衛艦の建造ペースはさらに速く、2024年度からの5年間で、12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には、2隻の建造費1747億円が計上されている。2028年度には、海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だ。モッが身型の生みの親である三菱重工業は、同型の建造途上の段階から、FFM、モが、身型の基本設計を踏襲して、ファミリー化を図る将来型多用途フリゲート、FMF、フューチャー、マルチ、ミッション、フリゲート構想を発表していた。FFM、AAW の模型は、今回のインド、パシフィック、2023で初めて公開されたわけだが、そのコンセプトに関しては、2019年11月に、千葉市の幕張メッセで開催された防衛関連総合イベント DSEI Japan 2019において FMF ファミリーの一つとして発表されていた。当時の三菱重工業は FFM AAW を構想した理由として将来海上自衛隊が汎用護衛艦 DD などの後継を必要とした場合開発期間を短縮するとともに開発コストをも低減するためであると説明していた。その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではない。さらに、三菱重工業は、FMF ファミリーとして、FFM、モが、身型の基本設計をもとに、
胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、 DSEI ジャパン2019でその模型を展示していた。防衛装備庁は2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでもモッガニ型 FFM のプロモーション活動を実施するなど輸出へ向けた動きを示している。個人的には FFM、AAW や FFM の胴体短縮型も有力な輸出商品になり得るポテンシャルは十分にあると考えている。現在の FFM は三菱重工業中崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ玉の本社工場で建造されているわけだが、防衛省は8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を三菱重工業、下請け負い者をジャパンマリンユナイテッド JMU にそれぞれ正式決定したと発表した。これが本当に5年間で12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで、海上防衛力の強化につながる。1月25日に発表された、新型 FFM 型にかかる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には、主契約者の三菱重工業と下請け負い者の JMU によって、それぞれ1隻ずつ建造される。また、2025年度から2027年度までは、2隻を超える建造を計画した場合には、JMU に1隻を建造させることになっている。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は、新型 FFM の第1番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第1番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ1隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に、建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていた。このような文書を確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと、防衛省は謎めいた回答をした。しかし、防衛装備庁は、2022年12月に策定された防衛力整備計画、2023年度から2027年度で述べられた護衛艦12隻の調達に関しては、目下、身型2隻と新型 FFM10隻のことであることをはっきりと認めている。また、防衛装備庁は、防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は、2022年度予算にて、建造予定のもが身型護衛艦を指しており、残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答した。このことによって、今後5年間のいずれかで、イージスシステム搭載護衛艦、DDG の、マヤ型護衛艦や、工場型 DDG 2隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったが、それが否定されたことになる。いずれにしても、海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら、当然中国は黙っていないだろうし、そこに、アメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだ。しかし、これらのことは、すべて、インド太平洋の平和を守るために使われるものだということを、我々日本国民は理解しなければならない。